ケットに来ています。予約しておいたリムジンサービスが迎えに来てくれたので、これに乗ってプーケット空港に向かいます。プーケット空港までは約1時間の距離です。プーケット空港に到着です。でチェックインした時にフライトが遅延しているということで、食事のバウチャーをもらいました。出国エリアの中にサブウェイがあるんですけど、そこでバウチャーを使います。このバウチャーにはサンドイッチと飲み物が付属しています。久しぶりにサブウェイのサンドイッチを食べます。スワナプーム国際空港に到着です。プーケットからバンコクまでは1時間25分のフライトです。空港から市内への移動にはエアポートリンクが利用できるんですけど、深夜から早朝にかけてはエアポートリンクもエアポートバスも営業を終了しています。空港に到着する時間帯が遅くなる場合は移動手段がタクシーしかありません。私はいつもリムジンサービスを予約しているので、これからカウンターに向かいます。これからリムジンの乗り場に向かいます。目的地はあらかじめ予約した時に登録してあるので、車に乗るだけです。これからバンコク市内に移動します。